やあやあ工房長だよ。わは。自己紹介しよ。ルミアだよ。タグやっていくよ。今回は2面やって終わりにするからね。はい。まずはこの青インクで動いてるやつに捕まるんだね。今回はバンバンカットしていくよ。編集が面倒いってのもあるが録画時間も伸びちゃったからね。ルーミアも早く切り上げたいのだ。次はどっちかな。上じゃないのか。ああ、そうだね。登ってきたよ。チェックポイントだ。相変わらずチェックポイント多いね。次はあの緑の地面に行くんだな。助走をつけて。おお、行った。またチェックポイントか。そんなに死ぬ要素ないと思うけどな。うん、死なないわ。次もまた助走をつけて。赤インクだね。次は赤インクで助走をつけるんだな。おギリギリ、危なかったね。まあチェックポイントが近くにあるから落ちても構わないんだけどね。そんなんじゃゲーマーとしての意地がなくなっちゃうよ。まあ、確かに。またチェックポイントだ。もうここら辺面白くないからカットします。結構来ました。もうすぐゴール。でもこの時の自分はどこに向かえばいいのかわかりません。しばしお待ちを。あ、落ちた。多分もうすぐ道を切り開いてくれるはず。お、わかったっぽいね。ここを緑と赤でジャンプするんだね。そうそう。いけた。そして青で壁に張り付く。あとはゴールを目指すだけだね。クリア。次の面で最後だな。よし来た。まずはどこだろう。あーどう見てもあっちだな。緑でジャンプするんだね。普通にいけた。次はこの壁をバウンドしていくんだな。安定の塗りつぶし。チェックポイントだ。これは壁をバウンドしていくのかな。楽しそう。ここまではミスが出てないね。問題はこっからなんだよな。とりあえず見てくれ。すっぽい初歩的なミス。まあこの後もミスりまくるから8倍速かける。さ、下手くそプレイ。言わないでおくれ。そうやって遊んでるから。まあチェックポイント取ったし。おお、飛んだ。またつまらないからカット。ちょっとカットしました。今回はカット多いね。録画時間がね、伸びちゃったから。ふん、まあいいけど。赤インクだ。ハマった。ここ赤インクで行くんだね。本当にチェックポイント多いな。ここも安定の下りだからカット。なーにこれ。これ飛ぶんかな。すっぽい跳ねたよ。まあこんなのも難なく突破。ぶつかっていたそう。きっとゲームだからその痛みは存在しない。視点が逆になってると不思議な気分だな。おチェックポイント。なんかもう言うことなくなってきたな。まあ実況するか。じゃあ次は多分この動いてるやつにぶら下がるんですね。わかります。めんどくさいですね。わかります。早く来ないかな。わかる。惜しい。結構失敗したからね。グダグダだったもんね。あ、落ちたね。いや落ちてない。別の台に着地したんだ。これで上に登れば先に進める。お、ほんとだ。
ここで助走をつけるんだね。もう編集的な意味でパパッと済ませちゃいますわ。落ちてるじゃん。じゃあもっかい。よし来た。カクカクでしょ。もう画面より注意って編集めんどくさくなっちゃった。そういう視聴者に対する配慮がなされない動画は嫌われちゃうよ。ルーミアちゃんもちょっとは難しい言葉使うんだね。意味わかんないけど。ですよねー。と実況に戻って、今度はあっちですね。ちゃんと入念に青く染めて。いきなりカット。だってグダグダなんだもん。そういうカットは視聴者に対する配慮なのだ。まあこの動画見る人がいなきゃなー。いやでもいつか有名になりたいなー。ルーミアでもそんな独り言しないよ。ああ、ごめん。にしてもやっぱり話すことないな。これが底辺実況者ってやつか。あ、ゴールだ。ああ、やっとか。クリア。この面結構難しかったよ。終わりかな。終わりだな。終わりなのか。いやー楽しかったね。フリーゲームなのに意外とクオリティ高くてびっくり。ルーミアはやっぱ赤インクが好きかな。ごめん聞いてない。しょぼーん。ということでね、これにてタブ終わりにします。やってみたいという方いたら説明欄に URL 貼っておきますので、それではでは、せーの、バイバイ。ほう、一体どれくらい撮ったんだい？現時点で8時間半。うわぁ、やはり匠はアホなんだな。なぜそれほどまでに長い時間録画していたんだか。いやぁ、いろいろ撮影してたらね。まあバンバンカットと倍速していくけど。倍速はいらん。